大野正氏は、東京都八王子市出身の実業家、発明家。愛称は、ミスター・ラフィネ株式会社ボディワークサービス、代表取締役社長、株式会社、ボディワークホールディングス取締役、株式会社ボディワーク取締役、株式会社リバース、東京取締役、全国市義両方士共同組合理事長。血液型 A 型。1975年5月20日。 東京都八王子市で次男として生まれる。兄弟二人、体が弱く母の勧めで5歳よりサッカーを始める。小学生三年生で小学校六年生のレギュラーの座を獲得し様々な選抜にも選出されたが、小学校四年生から六年生までは兄の影響で水泳に専念し、ジュニアオリンピック候補選手に選出。その後、プロサッカー選手を目指して、 埼玉県内にある競合校に特待生として、進学。最終学歴は、海外の大学1998年、株式会社リバース、東京入社。商業施設へ第一号店舗のラフィネを出店させて、約450店舗まで新規出店体店業務、等を担当。南フランスのブドウ踏みの物語や、グランダフィネの店舗コンセプトも立案し実行。その後、 新規出店業務から店舗運営管理を遂行し、当時の業績回復に献身的に貢献し、その功績から同社取締役、グループ会社の代表取締役に就任する。あまり知られていないが、同グループの教育部門も担当していた。韓国法人を設立し店舗展開を行うも、商売の文化の違いから出店を断念。社内数名のメンバーと、 公共ランナー向けシャワー施設を500円で利用すること、レッスン講座の充実、ランナー向け治療院を企画立案し開業している。台湾法人を作り、メイクアップ事業を買収し積極的に出店をしたものの赤字が膨らみ断念。イオンモールベトナムから出店の依頼を受けて、ベトナムでも活躍するが、出店後、リラクゼーション業は贅沢品と認定されており、税制改定があり、 贅沢税を課税されることとなり、退店をしてしまった。台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、中国、米国ハワイ等に、同社の出店の模索をし、各国の文化や、歴史や価値観及び法律を現場で学ぶこととなった。そのような経験から4つの B、プラン、プロダクト、プライス、プロモーションが重要だということを学び、帰国後、無重力マッサージを、 設置展開し、ボディワークサービスの業績回復に寄与。サーフィンやランニングが好きで体の管理をしている。会社の存続ができているのは、世の中の皆様のおかげだという精神でそのお礼をするために、年数回は、社内の親しいメンバーと、地域清掃を実施している。ありがとうございます。